皆さん、こんにちは。子連れ狼の大五郎役で大ヒットした天才子役西川わたかしさんの転落人生に涙が止まらない。今日は西川わたかしさんのことについて紹介します。まずは西川わたかしさんの経歴とプロフィールから紹介します。西川和孝は東京都出身の元子役俳優、元政治家、子連れ狼の第一部、第二部で、よろずや金之助演ずる主人公、灰一等の息子、灰大五郎役を演じ、これをパロディーにした CM が制作、放映されるほどであった。原作の大五郎と容姿が似ており、まだ三つの大五郎を演じたと言われる。後任の佐藤匠に比べ、宿命の子、大五郎を演じたと評されていた。なお、西川が初代大五郎であるとされることもあるが、実際の初代大五郎は、子連れ狼、1972年で大五郎を演じた富川明宏であり、西川は映像作品としては2代目の大五郎となる。その後は1976年に TBS で放送された連続テレビドラマ、刑事くんの第4作に、主人公、勝山郷の弟役でレギュラー出演した、高校卒業後、芸能界を引退し、渡米、帰国後は水泳指導員としてサラリーマン生活を送る。やがてスイミングスクールの営業権を買い取ったが、経営はうまくいかず、口述の金銭トラブルの原因となった。1995年の統一地方選挙では、転勤先の新潟県白根市の市議会議員選挙に上位当選し、大五郎議員として一躍地の人となったが、女性問題や金銭トラブルから、次の1999年の統一地方選挙には出馬せず政界を引退した。子役俳優として数々のドラマに出演していた西川わたかしさんですが、芸能界を引退後に殺人事件を起こし逮捕されました。西川わたかしさんはなぜ殺人を犯してしまったのでしょうか。西川わたかしさんが殺人事件を起こした理由や、その後の逮捕劇についてまとめてみました。西川わたかしさんは芸能界引退後はサラリーマン生活や議員として活動していましたが、その後雀荘の経営を始めるのです。しかし経営はうまくいかず金銭的に困った西川わたかしさんは、知人の貸金業の男性を計画的に殺害し多額の金銭を奪います。そして殺害した男性の遺体を雀荘の店長と一緒に山中に運び、遺棄するのです。その後、西川わたかしさんは海外に逃亡するのですが、強制送還され、逮捕となりました。西川わたかしさんが起こした殺人事件の詳細を時系列で見ていきましょう。殺人事件は1999年11月30日午前2時頃に起こりました。西川わたかしさんと西川わたかしさんが経営していた雀荘の店長が連れ立って、新潟県上越市にある金融業者事務所に乗り込みます。先に入った西川わたかしさんが事務所にいた貸金業の知人男性を撲殺したのです。これは借金の返済のために犯した計画的な殺人でした。西川わたかしさんは殺害した知人男性から現金550万円を奪い取っています。男性を殺害したのは西川わたかしさん一人の犯行でしたが、遺体を遺棄する際には店長の男性も手を貸しているのです。西川わたかしさんから、お前も来い、と呼ばれ、事務所に入った店長が見たものは、血まみれで息絶えている男性の姿でした。二人は殺害した男性を毛布に包み、車で山形県朝日村の山中に運び、遺棄するのです。その後殺人事件から二日経った1999年12月2日に、死体遺棄容疑で店長が逮捕されています。逮捕された店長が警察に対して、西川わたかしに頼まれて死体を一緒に運んだと供述したことから、警察は西川わたかしさんが犯行に関与しているとみて調べを進めました。そして西川わたかしさんが所有する車から、犯行の証拠となる多量の血痕と、撲殺に使用したとみられる翡翠の玉が発見されたのです。西川わたかしさんは殺人事件を起こした翌日の1999年12月1日に東京へ向かう新幹線の中から知人へ電話をかけ、大変なことをやっちゃったよ、家族を頼む、と伝えています。
大変なことをしてしまった自覚があるのならば、殺人を犯す前になぜ思い留まることができなかったのでしょうか。その後、西川和隆さんは日本を出国し、香港へと逃亡しました。死体遺棄容疑で逮捕された店長の供述と、西川和隆さんの車から出た物的証拠により、警察は西川和隆さんを殺人事件の犯行に関与したとして行方を追いました。殺人事件を起こした翌日、日本を出国し香港に逃亡していた西川和隆さんですが、その後タイに向かい逃亡生活を送っていたのです。警察は西川和隆さんが海外に逃亡した恐れがあるとして、国際指名手配をします。国際指名手配された西川和隆さんは逃亡から約3週間後の12月22日にタイ警察に身柄を確保されました。タイ警察に身柄を確保された西川和隆さんは日本に強制送還されるのです。日本に強制送還された西川和隆さんは同年12月25日に捜査本部がある新潟県上越南署に身柄が引き渡されます。その後逮捕された西川和隆さんの裁判が始まりました。殺人事件の犯人として逮捕された西川和隆さんですが、逮捕後には裁判が行われました。裁判の結果、西川和隆さんには日本の法律の中で死刑の次に重い刑罰とも言われている無期懲役の判決が下されます。西川和隆さんが犯した罪は強盗致死傷罪というものでした。強盗致死傷罪には強盗が人を死亡させた時に罪状が過重類刑となり死刑または無期懲役が下るという法律があります。死刑の次に重い刑が下った西川和隆さんは現在も服役中なのです。西川和隆さんは子役としてデビューし、時代劇ドラマ子連れ狼の大五郎役でブレイクしました。一世を風靡した西川和隆さんはその後も子役俳優として数々のドラマに出演します。その後高校を卒業した後に芸能界を引退しました。引退後の西川和隆さんはいろいろなビジネスに失敗し、金銭トラブルが尽きなかったといいます。人気子役から犯罪者となった西川和隆さんの転落人生を振り返ってみましょう。西川和隆さんが子役デビューしたのは1973年から1974年にかけて放送された時代劇ドラマ子連れ狼でした。子連れ狼は小池和夫氏原作の漫画をドラマ化した作品で、西川和隆さんは主人公ハイ一等の息子であるハイ大五郎を演じています。大五郎がたまに発するチャンというセリフが話題となり、大五郎をパロディーにした CM が制作されるなど人気を博しました。ダウンタウンのコント番組ごっつええ感じでは、子連れ狼の撮影コントが何度も披露され笑いを呼んでいます。子連れ狼の大五郎役でブレイクした西川和隆さんは、その後も子役俳優として数々のドラマ作品に出演しています。しかし西川和隆さんは高校を卒業後に芸能界を引退し、渡米しました。若くして有名になった西川和隆さんは、一旦芸能界を離れて普通の人生を歩むことを決意したようです。渡米していた西川和隆さんですが、帰国後には沖縄でマリンスポーツインストラクターとなり、サラリーマン生活を送り始めます。その後転居先の新潟県白根市では、スイミングスクールの営業権を買い取り、西川和隆さんは経営者として生活するようになりました。しかしスイミングスクールの経営はうまくいかず、後の金銭トラブルの原因ともなったのです。スイミングスクールを経営するようになった西川和隆さんはこの頃には結婚して、3人の子供を持つ父親になっていました。その後1995年に新潟県の白根市の市議会議員選挙に立候補し、見事当選するのです。子役時代の知名度を生かし議員に初当選した西川和隆さんは、大五郎議員として話題になりました。子役俳優として一世を風靡した西川和隆さんは、議員としての活躍を期待されていましたが、議員になった西川和隆さんの評判は、良いものではありませんでした。
西川和隆さんは新潟県市議会議員となりましたが、議員在職中に不倫問題を起こし、それが原因となって議員を一期で退任することとなりました。結婚して3人の子供に恵まれていたにもかかわらず、女性問題で辞職した父を子供たちはどう思っていたのでしょうか。また西川和隆さんはギャンブルや女遊びで多額の借金を抱えており、経営がうまく行っていなかったスイミングスクールも売却しているのです。その後は借金を減らそうと海外でラーメン店の開業を計画したり、雀荘を経営したりと試行錯誤していましたが、西川和隆さんの金銭トラブルが尽きることはありませんでした。事業にことごとく失敗した額の借金を抱えた西川和隆さんは計画的な殺人事件を起こすのです。殺害された男性は西川和隆さんが手を出していたラーメン店や雀荘への出資者の一人だったそう。金に困った西川和隆さんは借金返済のために金融業者の男性を殺害しました。殺害した男性からは550万円を奪い取り、自身の借金の返済に充てているのです。なんとも身勝手な犯行動機で同情の余地もありません。子役として人気を博した俳優が長い年月を経て殺人犯になるとは誰もが予想していなかったことでしょう。子役として一世を風靡した西川和隆さんの転落人生についてまとめてみました。西川和隆さんは時代劇ドラマ子連れ狼の大五郎役で大人げとなりましたが、高校卒業後に芸能界を引退、その後は様々なビジネスを試みますが失敗に終わり、借金返済のために知人男性を殺害します。強盗致死傷罪で逮捕され無期懲役の判決が下された。西川和隆さんは現在も服役中です。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。